4月5日伊予郡戸部町高尾田の愛媛県立医療技術大学で平成29年度愛媛県立医療技術大学入学式が行われました。今年度は4つの学部に120人の新入生が入学し、会場では保護者らが見守る中、新入生たちはこれからの学校生活の期待を胸に入学式に出席しました。式典では学長の式辞や入学生代表による宣誓などが行われました。高度な知識や技術を備えるとともに、多くの人に信頼される医療従事者となり、これからの地域医療を支える一員となれるよう努力を重ねていくことをお誓い申し上げます。本学は本当に小規模な大学ではありますけれども、その分総合大学にはない良さっていうのを教員と学生たちとが一緒になって作っていく大学だと思っておりますので、一緒の仲間として、そして私たち教職にとっては後輩になってくれる人たちと思っておりますので、本当に充実した4年間にしていきたいと思っております。これから臨床検査技師としてしっかり勉強し、地域に貢献できるようになりたいと思い、頑張ろうと思ってます。仕事と両立して頑張ります。はい、夢にまで見た助産学専攻科に入学することができてとても嬉しいです。また14名の助産学専攻科の仲間と一緒に辛い時も一歩ずつ乗り越えていこうと思います。大学生活楽しむぞ。桜の花の下で様々な思いを胸に新たな学生生活が始まりました。